熱々汁がじゅわーからな、やめてくれ。小籠包うまいっすよね。小籠包美味しいです。最初から上手に食べられました小籠包。いやでもなんか中身あちょやめてくれっていう声がiPad からやめてくれっていう声が聞こえてきたから、いや始まってるんですよ。なんで始まうるさいなじゃないんですよ。始まってるんです。だってこんなに中華料理の話で盛り上がってるじゃないですか。もう本当に美味しそうな話をずっとされるので。そうなんですよ、ホビージャパンのトイレが中華料理の匂いがするんです。これずっと俺ここ1年半言ってるんですけど。いや私上を満たしてたのにお菓子で。そうなのにみんなが中華料理の話をし始めて、ホビージャパン社員もうわーそこで忘年会してって言い始めちゃったから、もうその口になりましたね。完全に中華の口になりました。はい、カシューナッツの入ってるやつ、それ私のお気に入り。ナッツの入ってるやつ。タイトルコールしましょうか。桑原由紀、青木優馬のおしゃべりな本棚アットライブ。あ、いつ始まるかと思った。あのしっかりとカウントダウンはしてたん で、 そうなんです。始まってはいるんですずっと。そうですね、皆さんもお好きな中華料理ぜひぜひ、ね、チャット欄とハッシュタグ HJ おしゃこんの方によろしくお願いします。お願いします、うん、さあ皆さんこんばんは、桑原由紀です。そしてはい、私がですね、はい、青木優馬です。よろしくお願いいたします。お願いします、この番組はありがとうございます。全員がギリギリ本番のテンションになってないと思うんだけども、エンジンがまだエンジンが。そう、逆に言うとかかりっぱなしでどこからか行動だったのかが分かんない。確かにずっと指導を走ってたから。ここでずっとおしゃべりしてます。エンジンはかかっている状態でございます。この番組は HJ 文庫、HJ ノベルス、コミックファイヤーのレーベル、そしてテレビアニメ作品を盛り上げるための生配信番組となっております。はい、ギリギリ月1にできませんでした。できませんでしたということで。はっきりとこぼれました。でもこれであれですね、その法則を無視できるというか、こんな時もあったから、確かにもう大丈夫だよねみたいな。逆に月に4回あるし、月とかまだあるみたいなやつ。まだだ、ね、まだだみたいなやつ。そう、月1のルールからは解放されましたので。そうです、無理しなくていいってことですね。1日に2回え2回回しイベントいつも全然できる。まあとにかくですね、12月上旬ということでギリギリなんていうか、いやほぼ1ヶ月に1回みたいなこと言ってたんで、お許しください。よろしくお願いいたします。はい、ではこの番組の天の声的なあの人言いましょう。桑原さんも、そしてチャット欄、そしてハッシュタグ HJ おしゃこんの皆さんも、せーので呼びましょう。トレンドに入れよう。せーの、村上氏。はい、こんにちは、ホビージャパン村上です。よろしくお願いします。お願いします。バズワードバズワードバズワード村上氏。バズワードいきます。だってほら、なんだっけ、流行語大賞。ああ出ましたね。あれですね、そのヤクルトの、そう村上氏。ヤクルトの村上氏。ヤクルトの村上氏じゃないんですよ。僕はヤクルト1000飲んでるだけの村上。よく眠ろうとしてるやつ。寝つきが良くなる。いいっすよ、めちゃくちゃ良くなるんで。やっぱそうなんですね。飲んだ方がいい。そう、流行った時期になくなったじゃない、この世から。うん、全然変えてないというか、だからみんなが言ってたじゃん、あの頃その寝つきが良くなるのと、はいはい、寝つきが良すぎて悪夢を見るっていう話。なんかそういう噂みたいな。なんかね、こうレム睡眠に入るとなんか夢見るからどうこうみたいなやつですよね。単純に夢を見やすくなるってこと。そう飲みました。飲みました、何度か。どうでしたか。でもやっぱ継続した方がいいんですよね、きっと。そうですね、結局あれ腸内環境が良くなったことによるやつとかだから、うんうん、1回や2回でどうにかなる問題でもない。でも1回や2回しか見つけられなくて。うちね、会社に、売りに来てくれるヤクルトの人がいるんですよ。へえ、いいな。だからなんか週に1回ぐらいその、売りに来てくれる人がいて、じゃあ本当に HJ の皆さんはぐっすり寝て悪夢を見てるんだ。買ってる人はね。誰でもぐっすり眠れて誰でも悪夢を見られる会社なんですよ。村上様みたいなやつが入ってたでしょ、流行語大賞。村上様、あれ、やめてきましょうか。そんなことよりこのポスター見てよ、ポスター。すごい切り替えられた。すごいすごいびっくりするぐらいピンときてなかった。無知なばっかりに。そうそう、野球ニュース一個も入ってこない人だったね。ポスター見てくださいよ。そんなことより、本当は壁にポスターが貼ってある、はい、こちらですね、はい、今回ちょっとピックアップにもさせていただいてるんですけど、はい、夢見る男子は現実主義者、テレビアニメ化が決定いたしました。 おめでとうございます。直近にニュース出たばっかりね。そうですね、つい先日出たばっかりで、もうポスターができてるというところですね。てかめちゃめちゃアニメ化すんな。そうなんですよ、アニメついてるんですよ。大丈夫、アニメついてる。僕は頑張ってやっていこうと思ってやっていこうと思います。
頑張るに越したことないけど。そうですね、僕はあの、本運のが仕事なんで、仕事も増えちゃうんですけど、頑張ってちょっと打ってこうと。まあ、ただでさえその本業の HJ の, その編集部の仕事もある上で、月一でこれもやってるし。まあまあまあ、その営業の仕事をね、なんと僕週5日営業の仕事してますからね。ああそう、意外や意外や。ご存知でしたか？一メインあのやってるんですよ、実は。そう、HJ でおなじみの村上氏だとみんな思ってるから。そうですね、実はちょっとこうなんか実売きついなとか言ってんすよ頑張って売ってこうみたいな。そうだ、普段はエクセルとにらめっことかしてるタイプの人だ、ちゃんと。そうですよ、なんかこう頑張ってパワポとか作ってる人なんでね。せっかくだから僕らも今日そのコメントとかチャット欄のことやたら言うじゃないですか。はいはい。なんかその目に見える数字で結果出してやろうと思ってそんなはっきりと勝ちに行きましょう。トレンド入ったりとかしてやろうと思ってさ。だからさっき言ってたんですね。バズりそうなワードいっぱい言いましょう、急に急にいやらしくなるのびのびフリートークでやってきたのに、はい、ということでございまして、はい、今日も村上氏よろしくお願いいたします。お願いします。番組では生配信ですので皆さんからのコメントもお待ちしてますよ。YouTube のコメント欄または Twitter ハッシュタグ HJ おしゃほんでお願いします。はい、そして毎月恒例のこちらやってまいりました、桑原ゆうきのダブルフリップイルジョンのコーナー。あ、なんか本当にもう終盤のババ抜きみたいになってる。どっちを選ぶ？ハッシュタグ見せろよどっち選びますか、ね、真っ白な紙2つ見せて。コメントでどっちか。あ、確かに。どっちか、右か左か。左右だとね、あのなんというか見てる人と桑原さんとで解釈が変わっちゃうから、ね、確かに紙下にする。紙下、こんな意味わかんない。紙下知ってる、みんな。上下、あ、じゃあこれで。あ、上下ってそういう長く声優やってるから知ってるだろ舞台用語の方の上下。上手下手だよ、うう、あんま上と下でやんねえってババ抜き。上下だけど正しい意味で上下の間からちょろこっそり少しだけ桑原のあ、でもなんかコメントも分かりにくい。あ、でも上手多いですよ、上手。じゃあ皆様コメントの、あの皆さんが多かったら上手の方見てみましょう。上手が果たして何なのか。皆さんが選んだのはこちらです。ハッシュタグHJおしゃほんだ、やったやった。ちなみに下手は何だったんですか。下手言っちゃったらあれですけど、同じHJおしゃほんでしたどっちを選んでも運命は同じでした。何これ2枚のフリップだけは用意されてるから、そうなんです。ちょっとずつ違うくだりにしなきゃなっていう気持ちです追い込まれてる今、はい、ということでございまして、はい、皆様ね、今日はより一層コメントとチャット欄で盛り上がっていただけましたら幸いでございま す, お願いします。それでは始めていきましょう。はい、桑原ゆき青木ゆうまのおしゃべりな本棚アットライブせーのスタート全部言っちゃったいや、これは実際おしゃべりな本棚アットライブから一緒に言うのが正解だとは思う。いや、でもなんか毎回全部一緒に言っちゃうんです。全部一緒に言っちゃう。全部ユニゾンしちゃう。なんでなのよハモってる毎回オクターブユニゾン男性と女性で、あの、アシュラ男爵が一緒に喋ってる桑原さんから意外な例えが出てきたね。そうっす、意外、まさかのマジンガー Z 例え来ましたさん、マジンガー例えできる。いや、なんかアシュラ男爵だけ知ってる。知ってんだ。そうなんですよ。例えツッコミ用にいつか言ってやろう同時に違う感情の2つの言葉聞こえてきたらいつかアシュラ男爵で例えようと思ってるんですか。使いやすいんですよね、アシュラ男爵あの YouTube 初期の配信であった声がダブって聞こえちゃうやつとかも、おい、ちょっと配信アシュラ男爵みたいになってきたよみたいなやつが、それもいただきたい。ツッコミとして用意してさあ、ということでございましてですね、ノーテーマトークから、ここからテーマトークに入っていきます。行きましょう。ルール説明お願いします。はい、青木さんの後ろにですね、はい、あのいつもおなじみ、本棚に本がたくさんありますね。本棚には本がありますよ。はい、そちらに取っていただきます、うん、中にトークテーマが書かれていますので、はいはいはい、そちらをテーマにしてトークしていただくという形でございます。はい、我々があれですね、告知を引けないやつですよね、はい、なかなか出ない。そうだから、ま、今日はいつもは無作為に引いちゃうけども、告知引きに行こうちゃん。お、当てに行く。当てに行ってできるもんなんですか。いや、でもその今までは無意無作為にやってたから当たんなかったので、はい、桑原さんなんかこう芸能界の荒波を生き抜いてきた一発で告知当てに行きますって言った瞬間に告知が出ますよ。スターだから。こういうのね、大きく振っとけば振っとくだけどっちに転がってもいいっていうね。なるほど確かに今もう滑走路が私の前に当たったらすげーだし、外れたらおいおいおいだしもうどうあがいてもあとはでっかい声出すだけだからいけるぞ。告知が入ってるんだよね、いつも。なんですけど、あのこのテーマの中にね、あの当社タイトルに関連したものがいくつか入っておりますので、はいはい、まずはピックアップタイトルの紹介からいきましょう。今回はこちらです、どうぞ。バン、お、来た。
はい、今回は夢見る男子は現実主義者と神たちに拾われた男ということですね。神たちに拾われた男は言わずもがなもうアニメ化もされてるし、はい、夢見る男子の方は俺去年多分会議室でうすらストーリーは聞いてる気がする、ね、なんか両肩思いってキーワードめっちゃ覚えてるって言ってましたね。両肩思いなんですよ。両肩思い、本当互いがお互いのこと好きなんだけどそれに気づいてないみたいな、あのなるほど甘酸っぱいやつ、甘酸っぱいやつですね。早くくっついてほしいみたいな。そうそうそう、早くくっついてほしいよ。もう何年も何年も見るんですみんなでいいですね、それがいいんですよな。そうそうそう、ちょっとねテーマ引いたらね、あ、はい、説明させていただきますのでよろしくお願いします。聞きに行きましょう。さあさあさあ、ということで桑原さんがですねこれ全体の中でいくつか入ってる告知を一発で引き当てる瞬間を、皆さんも先ほど上下はですね茶番でした、どちらも同じやつです。十分のいくつかがちゃんとトークテーマ、そしてですね告知となっておりますので、桑原さん何番にいたしましょうか。確率的にはじゃあ2つ、うん、2つ入ってる、入ってる、このこれとこいくつかな、いくつか入ってるかもしれないですよ。いくつかいつも入ってるんだ、うん、でも引けてないだけ。そういうことじゃなくとにかく引けないだけ。とにかくスタンダードトークテーマを引き続けているだけ。、うん、うなるほど。じゃあ9番で、9番ね、9番でいきましょう。9番、9番ね、 M1 決勝にも9が残りましたし、そう、9さんおめでとう、おめでとうございます。タイタンからですね2組入っている、はい、ウエストランドさんと。さあ9番あげますよ、トークテーマこちら、はい、来たぞ、来ました桑原さん、さすがです。 HJ 文庫のもうこの芸能界の荒波乗り切ってきた桑原勇気が1つ目の、トークテーマの引いたのこちら、うん、桑原勇気の可愛い人またダメだった、またダメだったよ。完璧、完璧。これあとあのトークテーマじゃないから長引かないし、ね、サクッと終わらせましょう。サクッと終わらせて、これ、ね、サクッと終わらせて次引こうぜ。これね、あの結構そのおなじみのコーナーで、はい、あのまあ、書いてあることこのまま読みますけど、はい、ここで一息桑原さんに可愛い動き、ここで一息可愛い動きつく言ってもらいましょう。まだ何もしてないよ。何も息も何もね、今んところ俺たちただ飯ぐらいだから今この番組HJ の役に一つも立ってない状態。そうなんですよ、可愛い一言ね、なんかこうトークの流れとかがあって、うん、前こんなトークしたからこういうテーマで可愛いのどうですかみたいな言おうと思ったんですけど、はい、ないって、ないっすよ。今だから本当にもう荒野に、荒野に可愛い桑原さんが一人立っている状態、荒野に一人ね、世紀末のこの世界、荒廃しきったこの世界に可愛い桑原勇気がデレデンデレレレレレレン、サーキューとから始まる。そんな状態から可愛さで空が落ちてきますね。可愛さでね、あれはアイテムとかもないの。あ、でもあれがあります。あるだ、いつもの棒だ。いつもの棒、棒ありますよ。いつもの棒で棒なんか心もとねえって、いつもの棒は数増えてる。情報少ねえんだよそれだって、その無機物だしさ、数が増えてるそうです。 HJ おしゃ本当、あといつもの星だろ、あのこれあの青木さんのやつもありますよ。ありがとうありがとう。え、なに寸劇に俺も参加していいっていうこと。それはどっちでもいい。参加しますか。あ、まだありますよ。ありますよ、一応一応もらうだけ。一応じゃあいいですか。基本的に画面がいいから突っ込んでばっかりだから。だいたいこのカメラに、そうね、これの寄りのカメラでやってますけど、可愛、ね、い一言っていうか、それいつも寸劇というかなんかね、紙芝居みたいなやつ幅じまっちゃいますけど、あ、本当に実は一言でもいいんですよ。本当に一言で、そうなんですよ、本当に一言で、はい、これ、あ、ごめん、振りみたいな、違う違う確かに、振りみたいになっちゃった。毎回やってっけど、俺、記憶として可愛い一言だったことないの。嘘まずな、長尺、可愛いかどうかじゃなくて長尺、そして老婆老婆、老婆登場率高いですよ。まあ可愛い老婆だけどね、大変ね。いけますか、整いましたか。はい、たったった、だらだったった、だらだったった、だらだったー、やせがががが M1 だ、 M1 初のピン芸人だM1 初の星のピン芸人だ。一人でやってきました。いやいや、レギュレーション上できないんですよそれ。しかしやっぱり一人ではルール違反。しかし、しか、あ、ちょっと待ったー。やったったーだらだったらだったらだったらまさかの、まさかだな相方、二人じゃなきゃ漫才はできないだろうが、行こうぜ、行け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 、かわいいことやろう、かわいいことやろうよ。上沼さんに怒られる。なんで2回競り上がり使ったの。かわいい一言言えよ。新しかったですね。なんて新しい M1 なんだ。こんな胸熱な展開あります。そうですね、後ろからもう一人初めてですよね。一人でやるのかなと思ったら、お前を一人にはさせないぜっつって、なんでそれ許したんだよそれを。エモ様でも、エモ様すごすぎる。村上氏納得していただけたかな。納得、そうですね、今は確かに筋肉マンみたいでしたね。そうそう、めっちゃエモかった、めっちゃエモかったでしょ。確かにお前を一人にはさせないですね。そう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 、あのなんかモンゴルマンみたいなのが出てきましたからね今ね。待てよ、で
死んだかと思ったらラーメンマンでもあるんだよこいつ。そう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 。あとあのめっちゃ思ったんですけど裏側見せるとありなんですよ。振り返ったの表現相方相方ってなった瞬間にめちゃめちゃこの養生テープがむき出しにはなっていたけど恥ずかしい恥ずかしい振り向いた瞬間をやりたかったんですけど。これはもう OK。ありがとうありがとうありがとう。ありがとうございます。OK じゃないですか。可愛い一言とは生狩りのね。あ、コメントでいじられてますね。あ、養生ね。そりゃそうそうか。そりゃそうよ。見られちゃったみんなに。いやあ。受けてる受けてる。受けてる。回収しますか。回収しますか。ありがとうございます。そうね、ありがとうございます。これも切り抜きになることでしょう。果たしてね、視聴者のうち何割がモンゴルマンのこと分かっているのか。あとその HJ 側は本当にもう毎回毎回その切り抜きで桑原勇気可愛い集を作りたいんですよ。やめてよ。勝手に可愛くはなってくれてんだけど。やめてよ。求められると全然可愛いをしてくれないじゃん。そういう人です。そういう人にそういう人に可愛い一言を振るのが間違いです。まさかの一発目だ。2冊目いくか。行きましょうか。行こう行こう行こう。小原さんちょっとその一本目はなんていうかほら女装みたいなもん。確かに確かに。いきなり告知の PR を始めてもさ、そんなに場が温まってない間に HJ の作品紹介するわけにはいかないから、はい、温めておきましたと。温めておきました。お後がよろしいようでと。どうしよう。ここで登場しますのが HJ の今プロモーションしたいあの作品でございます。怖いよ。何番にします。じゃあ私頭脳派なんで、うん、その9行ったので、うん、もう連番にはなってないというかその8か10どっちか。頭脳派ですもんね。桑原さんってやっぱこういうところ全部もうメタで解釈してます。分析でちょっと聞かせていただいて。データテニスの桑原です。そうです。桑原さんが作った独自のスポーツドリンクとかをみんなに飲ませる回ありますよね。そうです。 ありますね。あと何秒後にボール落ちるとか。そうあとオレンジの寿司屋でみんなで飯食うからね。これはタカさんなんだ。あ、タカさんなんだ。全国大会で偉い目に遭いますけど大丈夫ですか。どうせそうデータ声優桑原勇気は、はい、9番が、ただの可愛いとこだったってことはどちらかが、はい、そうであろう。どっちかに。桑原さんのキャラソン、あの演習率ずっと言うやつありますよ。演習率演習率パイっていう曲はあるの。乾先輩、まあ、今関係ないけど。分かった今。どっちです今分かった。今思い出した。今思い出しました、うん、何番にする。めっちゃ疲れてる。どうだ。10だ。俺が選ぶのは10だ。さあ開いてみましょう。おお。2つ目のトークテーマこちら、はい、家にある一番古い本。計算通り計算通り。はい、来ました。素晴らしい。やりました。全て桑原勇気の計算通りです。読み通りだな。すごいメガネがキラリですよ。やっぱりこれはあれなんだ、計算なんだ。計算なんだよ。運じゃないんだ、計算なんだ。しっかり考えていけば作家の意図が読み取れます。いけるぞ。お見事。こちらがあれですね、はい、説明させていただきますね、うん、はい、こちら HJ 文庫で現在7巻まで発売中。先日はテレビアニメ化が発表されました。夢見る男子は現実主義者に絡めたテーマとなっております。やったぜ、はい、本当にやったよ。データ声優桑原を称賛する声がもうチャット欄に満ち溢れておりますよ。すごい安直でしたけどね、考えが。リモート欄でやる確率が高い、ね、バカデータテニスが来た。じゃあまずはですね、はい、あのこちらちょっと PV がありますので、テレビアニメの PV を皆さんにご覧いただきましょう。どうぞ。待てよアイカ、待ってください。いやよ、近づかないで、しつこい。そんなしつこいか。しつこいわよ、もういい加減やめて。彼女の名前は夏川愛香。俺は彼女に惚れている。バカか俺は、全然釣り合ってねえじゃん。しつこくつきまとうからそうなるのよ。もう近づかないでよね。いいご身分だね、サジョッチ。何年も好きだった子諦めるのはもったいないって。君、さては謝罪する気ないな。だけど最近全然しつこくないし、今までみたいに追っかけてこないし、なんだか聞き分けが良すぎるというか。もうつきまとわないって伝えたかったんだよ。夢見る男子は現実主義者。もう胸キュンじゃない。もうつきまとわないって伝えに来たんだよ。あんなに好きだって言ってたやつ。そりゃ気になりだすだろうが女の子の子。気になるよ。これ
それがね、最初の PV というか、はい、そうですね、うんうんうん、はい、まあ、ということでちょっとアニメも楽しみなんですけど、まずはですね、小原さん、あらすじの方の紹介をお願いします。はい、同じクラスの美少女夏川愛香に恋焦がれる佐城渉は、うんうん、彼女との両思いを夢見てめげずにアプローチを続けていた、うん、しかしある日突然愛香と自分は釣り合わないと適切な距離を取ろうとする。ある日突然って何、ね、何があったの。渡るの反応に愛香は戸惑い、もしかして私嫌われたの。そうですよね、そう思いますよね。勘違いの末焦り慌てる彼女からは無自覚な行為が見え隠れ、両片思い、あ、出ました、出た両片思い、これよこれ、両片思いのすれ違いに悶絶必至の青春ラブコメということで、ありがとうございます。これがキーワード。そうそう、前に俺この両片思いってキーワードを聞いたのは村上氏の口からだったから、はいはい、いいじゃないですか。ちょっとドキドキしにくかったんだけどいいじゃないですか。なんでやろうな、なんでやろうな。おじさんからだ、おじさんボイスだからね。ああ、そうか。小原さんの口から聞けてよ。両肩重いという。これよな、でもな。そうなんですよね。まあ、ということでですね、うちとしてはその純ラブコメみたいな感じのアニメは実は初めてに近い感じになってまして、はいはいはい、ファンタジー系とか現代劇でもそのあれでもちょっとその地底人とか出てくるやつとかだもん。あ、そうですね、前やりましたもんね。ファンタジー要素があったりとか、はい、っていう感じでこのテーマの説明なんですけど、うん、主人公のこの佐城渉くんはですね、うん、古本屋さんでバイトをしているということでして、それに絡みましてトークテーマ家にある一番古い本ということでよろしくお願いします。なんだろう、これを弾けたことが嬉しすぎて一つのテーマについて考えたの。確かに今本当思い出した。さっきPV 見てる1分半ぐらい何してたんですか。ドキドキして弾けたことが嬉しいのとラブコメが始まるワクワク感で胸がときめいた。全然家にある古い本のこと考えてなかった。古い本テーマあるんだって。昔からある本ってことよな。そうですね、なんかこう漫画とかでもいいですし、なんかこうそのね、教科書だったりとか取ったりとかしたらそれとかでも大丈夫ですし。1個思い出したのが、子供の頃から動物めっちゃ好きで、動物親に買ってもらったもう絵で描かれた動物図鑑で、結構挿絵のイラストとかが可愛らしくて、例えばワニ その項目とかにワニはその怖い、その噛まれたら絶対もう怪我するみたいな、噛む力が強い生き物だけど開く力が弱い生き物だから、そのもう本当に上からグッと押さえるだけで開かなくなっちゃうんだよっていうのをその子供の頃読んだ図鑑で知ったのね。その挿絵がめっちゃ淡白なワニの絵のこの口のところが細いリボンでキュッて結んであるところで、かわいい、ワニがうんってなって可愛い。でそういう子供の頃に読んだ本ってもうずっとなんかその全体覚えてないけど挿絵の一部とか表紙だけとかずっと覚えてる、はいはい、覚えてます。で、あ、なんかあんな本あったな、この豆知識を言うたびに思い出したやつが、一昨年ぐらいに吉祥寺の動物園に行った時に、そのなんか子供ふれあいコーナーの本棚の中に入ってて、そう、今このだから30年ぐらいの時を経て出会ったの。で、買った。捨てた記憶ないから実家にはあるんだけど、同じ本買って久しぶりに動物の豆知識とかいっぱい、なんかワニの話ばっかで申し訳ないけど、ジグザグに逃げようとか見てるんですよ。なんかね、ドキドキした、うん、俺の動物豆知識好きの原体験と大人になってから再会するっていうのが、あの本好きだったなっていうのを急に思い出しました。確かになんかそのちっちゃい時読んだのを覚えてるっていうのがめっちゃわかります。その衝撃的な場面とかをずっと覚えてる。ああ、ありますね、はいはい、そのワンシーンだけ。そうです、そうです。で、なんか家にある本じゃないんですけど、親が美容室で切ってるのを待ってる間になんか置いてあった漫画が多分ブッダ。おー、ブッダ、シビー、激渋だ。え、それそこの床屋がシビー。穴の中に、多分ですけど、うろ覚えなので、穴の中に小さい子供が一人で助けてくれよみたいにずっと言ってたら、なんか上から狼みたいなのが来て、なんかうわどうしようみたいなので戦ってズタズタになる。なんかそういう場面だ。穴の中からとにかく出してくれみたいな。ブッダの一節だけその記憶がある。多分ブッダだったと思うんですけど、忘れられなくて、なんかはぁって思ってすごい。わかる。でもなんかその家にあるが今無視されてる状態だけど、それはね。でもいや、流れ、流れでいきましょう。美容室で読んだ本のこととかめちゃくちゃ覚えてる。そうですね。俺ワンピースの1話を美容室で読んでる。すごい。しかも田舎福島に帰った時に、おばちゃんたち、父の妹たちが美容院を経営してて、そこで毎年夏になるたびに行っては切ってもらってた時に、
あの開いたワンピースに、あ、ジャンプにワンピース持ってて、第1話をあの待合の椅子で読んだ記憶で、ワンピースの序盤読むとちょっとベビーパウダーの香りが鼻にあの床屋さんの匂い蘇ってくる、蘇ってくる、懐かしいな。村上氏ある家にある古い本、家にある古い本っていうと、もしくは美容院で読んだ本美容院忘れられない、美容院とかじゃないんですけど古い本の僕が無視したら何のために書いてあるんだって感じなんですけど、あの僕ね忘れもしないあのジョジョを初めて読んだ時の話ってのがあって、なんかジョジョって僕途中からめっちゃ好きになったんですよ、高校生ぐらいからめっちゃ好きで、もう全漫画も家に全部あるしめちゃくちゃ好きになったんですけど、初めて買うジャンプってあるじゃないですか、初めて買ったジャンプでジョジョ分かんない人は全然分かんないと思うんですけど、あのドッピオがボスにトゥルルルルルって電話してる回だったんですよ、ゴブだ、そう、あのゴブの後半のそれ読んで、この漫画怖すぎて当時小学4年生5年生ぐらいで、なんか怖ないですか、そのなんかあの電話じゃないものを掴んで、トゥルルル、少年がトゥルルルルルドッピオの設定自体も結構怖いしな、電話してるっていう回を初めに読んで、しかもちょうどゴブの絵は少年漫画誌に合わない時期、あの怖いんですよ、すごい読んでいただいたら分かるんですけど、っていうのでめっちゃ覚えてて、なんか後で読み返して、え、あ、めっちゃ分かるシーンやんってなって、あ、ちょっとやっぱ好きだなって感じ、分かる、なんか、うん、いや俺もさ、さみんなあるな、ちょいちょい来るな、いや、これ、いや、なんか、いや、本当にあのいその子供の頃に、はい、金田一少年の事件簿を、はいはいはい、兄が買ってきたよ、漫画版を、はい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 、で、オペラ座の怪人かなんかかな、本当にその要仮面がこの暗闇の中から浮かび上がってきて、本当にその殺人を犯していくみたいなやつの、はいはいはい、シーン、怖いシーンを読んでいた記憶と、うん、その時にヘイヘイヘイに小沢健二が出てて違う話強い気持ち強い愛を歌ってたの、スタンダーダンスしたいのは誰、めちゃめちゃウキウキのご陽気な超明るいハッピーな曲なんだけど、俺だからその強い気持ち強い愛を聞くと頭にオペラ座の怪人が浮かび上がる結構大人になるまで怖い歌だった、イメージが、そう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 、怖い記憶と紐づいた曲の話にスライドはしたけどどんどんいろんな本とまつわるいろんな記憶が出てくる、確かによ蘇ってきますもんね、読むと。私もいいですか、もちろんもちろんいくらでもやろう、この紐づいてさえいればどんな話でもいいからちょっとね、あのこれラストぐらいにしましょう、これ長すぎて、そう僕も言いたくなっちゃうからめっちゃいい話してる、全員めっちゃいい話してる聞く聞く聞く、ドラえもんが一巻だけあってうちに自分で買ったわけじゃない、あるね、一巻だけドラえもんが、一巻だけドラえもんがあってそれがなんかバイバインっていう秘密道具で、うん、あののび太が栗まんじゅう食べてて、はいはいはい、ずっと食べたいなみたいなのでそのバイバインっていうのが出るんですけど、それをかけると栗まんじゅうが2倍になるというか2個になる、最初はで、ドラえもんとのび太くんが、あ、じゃあ1個ずつ食べようかってなるんですけど、のび太くんがいや、やめようみたいな、待ってたら4つに倍にまた増えるから、この時点でののび太は賢いんですよ乗算の概念が分かってるんです、もっと食べられるから、ね、ちょっともっと待とうみたいになって、どんどん倍になって取り返しつかなくなって、うわーってなって最後うわーってなるうわーってなってそんなうわーうわーおかしくなっちゃう描写とかなかった、そんなイエーってなって、いやいいじゃない、体ひっかく描写とかなかったよ俺も知ってるけど、そのギャーってなって風呂敷に入れて宇宙に飛ばす、そう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 、で、あ、もう宇宙に飛ばすしかないんだって思ったんですけど、なんか最新の映画かなんかで、うん、宇宙に行くドラえもんの映画があって、うん、後ろの方に風呂敷に包まれた栗まんじゅうが浮いてる描写があって、あれだってなって、その映画の中ではバイバイのくだり触れられてなくて、触れないで、あの漫画を読んだ人だけがあの時捨てた栗まんじゅうだってなる、そうですそうです、栗まんじゅうが宇宙に、あ、わかります、浮いてる、ありましたよね、ありましたよね、僕あのドラえもん好きだから知ってる、本当ですか、嬉しい、あ、ここみんなドラえもん、何 HJ はみんなドラえもんだっす何このゲーム、みんながうんうんあったあったってなってすごいみんな前のめりに、初耳の俺がマイノリティ今なんかそういうあの分かる人だけが分かる原作リスペクトの描写みたいなめっちゃいいっすよね、そうめっちゃいいんですよ、あの時読んだあれがあったよな、宇宙に栗まんじゅう捨てリーフのなんかあので今でも栗まんじゅうは増え続けているのですみたいなやつ僕なんかあの空想科学読本かなんかではいはい、はい、宇宙のその広がっていく速度と栗まんじゅうの増加速度がその見たどっちが勝つのかみたいなやつ見たことある、空想科学読
本の話そうそうそう読んでた。あのあれだよね、あのタケコプターつけると頭の皮めくれて、あったのタケコプターだけ飛んでっちゃうっていうあの絵のやつ、ね、そう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 、ウルトラ水流の威力とか書いてあったね。そうそうそう、ジャミラと戦う時にあれですね、新ウルトラマンでね、ちょっとこう回収されたと言われている懐かしい空想角度。いやちょっと空想角度感の話は2時間いっちゃうんでこの辺で終わりにしましょうか。この辺で。あの頃クラスで何の本出回ってたかの話だけして、その空谷さんの謎とかさ、うんうん、みんな読んでたじゃんクラスで、ね、読んでたね、みんなで回し読みしてたよね、読んでましたね、ことだけ言いたかった、読んでましたね、はい、下下つくか、もうでも調子いいよ、調子いいっすよ、すぐ PR も、ね、拾えましたからね、うん、いやちょっとコメント一回見ますか、コメント一回見ます か、 そうそうそう、今日コメントね、柳田理香だって書いてあるいやちょっと僕あのそうドッピオの話どれぐらい通じたのかな、わかんないなあでも皆さんこのあでもそれはそうと、クリマンジュの話の時に今もカーズが宇宙をさまよってるのと同じかって書いてあるジョジョ脳に、ジョジョ脳になってるやつジョジョ脳あーでもちょっと遡ったらすぐ桑原勇気のデータテニスになっちゃってデータテニス、あ、ね、空想科学とかの話ツイッターでもみんな言ってるんで、はいはいはい、やっぱちょっと通ってきたんです ね、 ね、柳田理香さん本名なんですよ ね、 ね、そうそう知ってますよ僕も、難しいな、謎本流行ったな、スラムダンクの謎とか、あ流行った、流行りましたね、考察とか、そうそうそう考察系のやつありましたね、親がせっかく本買ってくれるっていうタイミングであれ狙った時の親のがっかりったらないよな多分な何の上層にもつながらないサザエさんの一家の謎みたいなやつなんかあれ面白いんだよな、なぜ平屋なのかみたいな、そうそう、なんかね懐かしいねノスタル番組でございます、何にも考えずに3番を取る、お青木さんの実力が今じゃあこれ失敗したら実力ないみたいになりません私ですね、弱い30までですね、はい、まあなんというかフラフラしておりまして、でも30からですけれどもラジオと司会の方を始めさせていただきました、なんだこれは、そこから6年の間少なくとも、沈みはせずに浮かび続けながらこうやって新しい仕事をいただいております、そんな僕の一級入魂の3番でございますね、お願いします、印象に残っている先生ですやっぱりこうでないと、はい、こうじゃなきゃな、重要テーマなんですけど、まあ、あのほら12月って言ったら師走、はいはいはい、師走って言いますからね、あ、まあ、死の要素だけだあそう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 、なるほど、まあ、ということで印象に残ってる死先生についてお話を聞かせてくださいということのテーマです、これは実際に自分が教わった人でもいいし、はい、カカシ先生とかアバン先生の話でもあそれあり、あどうなんだろう、やった、印象に残っている先生としか書いてないから、それだったら僕ヌーベの話しかしない、あーいいよねこの世の中から始まる始まる、夏休みの朝とかにやってるやつね懐かしいどの話でもいいな、どの漫画の先生にしよう、あもう漫画の中でどれにしようになってる、結構漫画になっちゃった、ヌーベの話になったらヌーベの話になったで、さっき の、 その記憶に残る怖い回の話に確かになってくるけど、また違う方に、桑原さん好きな方選んでいいっす好きな方、実在先生でも非実在先生でもいいっすじゃあ一応実在先生で、ありがとうございます、行くと番組のレギュレーションを守っていただいてなんか小学校の時に何でしょう、ちょっと藤岡弘さんに似てる見た目の先生がいらっしゃって、でなんか結構自然が好きで山登りに行ったりとか、雪が降ったら授業中止して外に出ようみたいな、藤岡弘二の人が山登りに行っていたらそれはもう探検隊だ見た目も相まって、ね、大岩とか落ちてくるわ先生そう冒険の気分で、うんうん、みんなでその山に登るみたいなのもしたんですけど、木の枝にあのタオルとかが巻いてあって、うん、ここに誰かが来たようだなって跡があるちょっとえ乗せてくれんじゃん先生やるじゃんみんな子供だからおーみたいになって、誰かが来たなここにとか言って冒険してたんですけど、めっちゃいい先生、今思えば先生が巻いてそうねマッチポンプ広しよね絶対ねそうなの、道なき道を先生が進んでいくんですけど、下見したルートだったんだなっていうのは大人になってから分かるんですけど、その時ワクワクが止まんなくて、でその先生はすごくなんか熱い方だったので、うん、あの毎日読書カードみたいなのを出すんですね、あの音読していくとスタンプを押してもらえるみたいなのが、私が量が多かったんですよ、で量が多い人には何かをあげるねって言われてたんですけど、うんまあ、結局なんか忘れてたのかそのまま卒業して、うん、で私も忘れてたんですけど、中学校かなんかに入った時に手紙がその先生から届いて、
あの時あの何かあげるって言ってたけど、あげてなかったねみたいなので、声に出して読みたい日本語っていうので、ありましたね。そうなんですよ、あの祇園少女の羽の声みたいな、はい、平家物語何でしたっけあれその声に出して読みたい日本語をまとめた紙を送ってくださって、まとめた紙あの流行った声に出して読みたい日本語の書籍をまとめた紙、書籍じゃない本を再編集して手書きして送ってくれたってこと、はい、それはヨガそのなんかローテクだからだけど、今で言う違法ダウンロードじゃないですか。手動の買ってるし、買ってるし、ね、買ってたとしてもよ。まあまあ手書き、手書きだから手書き、なんか写経みたいな気持ちなんだよ。え、原本じゃないの3つぐらい厳選して、多分これが中学の授業で出るから、広志が特に声に出して読みたいやつを編纂してくれたんだ。これがきっと君の力になるっていうのでなんか送られてきて、で私も声に出して読んでたんですよ、それを。おい、偉い。少女の鐘の声みたいな。そしたらなんかやっぱ授業で取り上げられて出るじゃないですか、教科書にあるから。あの時あったやつだってなって、浜辺先生じゃない藤岡弘志2が教えてくれたやつだあの時弘志が言ったやつだって言ってだってすごい感動したのを覚えてます。めっちゃいい話であると同時に、そのそうだね、チャット欄の方でまとめサイトって違うよ、まとめサイトっちゃ現代の考えを出てまとめサイト、あの頃はいい行い手書きの、ね、いいやつをね教えてあげて、そうですよね、そうなんですよ、めっちゃいい話じゃん。なんかその先生が忘れられないですね。なんか普通に生涯通して出会ったいい先生のなんかトップにいそうなぐらい、確かに小6、うん、だから最後の年だったと思うんですけど、最後がその先生だったのがすごい忘れられないいい先生思い出そうとしてるバトンをつなごうとしている今、一人も思いつかなくてコメントにそれで声優を、おあ声に出して読むから、いや、それはそれとこれとは関係ないです。それはヒロシがしてくれたことと私がアニメが好きなことは因果がないです。それはナルトが好きだったからそれはごめんよ、すごい綺麗な流れだったのにやっつってそうって言えばよかった。じゃああとは俺と村上市でヌーベの話しようえ、あ、いや僕は結構印象残ってる先生いるって。マジで一人もいないっていうか悲しい話しかねえや毎度おなじみの先生。じゃあ悲しい話いきましょう。オガティって呼ばれてる小川先生が実名出しました実名出しました今俺実名かは青木さんしか知らないから大丈夫でしょ。オガティは割と体育教師でヤンキーとかからも人気があって、はい、ヤンキーとかがこうなんか廊下とかでなんかこうやんちゃしてる時にも、はい、お前らちゃんとしろよ、いつも踊れよみたいに、ヤンキーとかに対してはめっちゃその多少ルール破ってても、もうなんか気のいい感じでやってたんだけども、俺が書道の時間に墨が結構手にべったりついちゃってて、でやべえ、こう一回手洗わないと書けねえやと思って、授業中に外で手洗ってたら、お前何外出てんだっつって問答無用でぶん殴られたことヤンキーはちょっと外出るから、お前ら元気がいいけどもちゃんと戻らなきゃダメだぞって笑顔で、あの遊びあるじゃん、あのそのなんか本気で怒るまでの遊びの期間あるじゃん、そのハンドルの遊びみたいな、あの部分なしでノータイムでパンチが来たからびっくりしたって話ちょっとこうリアクションむずいですね。あ、それ太古の昔の話ですもんね。あ、そう、中1、あはっきり覚えてる具体的こういう時いつも青木さん太古の昔の話って言うのに、うん、太古の昔なんだけども、うん、今でも頬がじくじくと痛むよ涙出てきた。そうなんだよ、オガティみんなからしたら人気教師だったからさ、かわいそう、その人気の感じなんで俺に向けてくれないんだろうなって思ってたな。そういう、なんか生々しい、そういうのね、わかりますよ、そういう先生いますよね。積み重ねだと思う、うんうん、あの積み重ね、本当に普段の笑いが良くなかったそうなんですか。だからあと英語のミセス鈴木いやそう呼ぶけど、さっき実名出すのはやめましょうって自分で言ってたの。授業の最初にグッドモーニングミセス鈴木から始まるあの英語の授業、まあ、わかるけどそういうのありますよね。おばあちゃん先生で、おばあちゃん先生もちょっと気難しい感じなんだけども、別におばあちゃん先生だし、一人一人のことなんかそんなにちゃんと見えてないだろうと思って、試しに全提出物を一個も出さずに1年過ごしてみた。なんで試しにいけるかなと思って、意外と夏休みの宿題とかって定期的に言うけど、出さなくても教師側もその追求しなくなってくるっていうか、9月の2週目までです言うのは、10月まで行ったらもう言われません夏休みの宿題で。それを試しにやってみたらしっかり通知表が1になったちゃんと制裁
で、なんか俺、なんかその初めて1見たあの日初めての1。そうそう、俺授業真面目に受けてなかったわけじゃないんだけど、割とちゃんと出席率は高かったんだけども、しっかり成績が悪くて、高校がエスカレーターで大学行ける、評定平均が3あったら、要はもう土平均だけ出してたら大学にそのまま行けないんですよ。僕その提出物も何一つ出さずに全授業寝てたんで、評定平均が 2.6 だった。あ、惜しい足りないあんまない人全体鳴らした時にその成績5段階評価が 2.6 なこと2と3が構成されて、3がちょっと多い。だからぶん殴られたんです。だからぶん殴られたんです。僕は以上です。そうですね、ちょっと僕 の先生の話はまた次回で、ね、あそうやっていきましょう。そうだね、ちょっとウーベの話もしたいし、ね、桑原さん助けて、桑原さん助けて、次のもう一個、神たちは私出てますからね。そうだそうだそうだ、神たち引きたいですよね。はい、神たち引きたいです。ただ運に任せるのではなく、おデータで、そうだ、あーデータ声優桑原優太データで、さっき10番でしたね。はいはいはい、10番でしたね。ってことは、あえての1、 ど1があその対局にあると、対局にある。え、待って、見せかけてデータはデータはいいな、見せかけて、それはちょっと安直すぎるということで、10と1に PR 入ってるかもという予測ですが、ということでそんなに浅いことはしないと。1はあれだ、安直だということでなんかブツブツ言ってるから1はあれだ、安直だって言った、安直だいいよ、ね、これじゃ桑原に見抜かれるってことで1個ずらして2、2だ、はい、2だ、ね、ここは安直だったわけですね。そこが安直だ。2を開いてみましょう、ね、2だ、2でずらして翻弄させよう。ずらしの2なのか見てみましょう、はい、青木ゆまるほっこりするこれはもうご覧いただいたように基本的にはないんだけどいやけど先月すごいいいほっこりする話されてましたよ。あるかな最近でほっこりする話。あ、でもあれだね、先月とあのほっこり話とちょっと違って盛り上げたけど、先月とちょっとつながりがありまして、あの今日のこ この瞬間、はいはい、この場所が、はい、先月、私がですね、真空ジェシカ、カラメスとママタルトのスリーマンライブ天高く馬越える透明版というライブを見に行って、そのお土産の T シャツを買ってきて桑原さんにプレゼントしましたですね、はいはい、個人的にはもうこの番組のユニフォームにしようと思って今月も着てるんですけど、ね、はい、こちら真空ジェシカに関しては M1 の決勝にも今年も残っておめでとうございます。気持ちでね、今日も来てきたらね、はい、桑原さん、あ、おそろだおそろ来てる、おそろ来てる、これ着てきましたよご挨拶のタイミングで桑原さんは割となんというかワンピースとか可愛らしいその女性的な格好が多いなと思う。今日なんかね、デニムでパンツルックでいらっしゃる、はい、これに合わせてきましたT シャツ先行でちょっと来てくれているといういや嬉しかったな、決勝に。そうですね、はい、あ、スムーズに M1 の話だったもんね。いや嬉しかったな、今日は温まりましたけど、ね、ちなみにそのどうですか、決勝のメンツに関しましては。いや私も準決勝から準決勝の配信のチケット買いまして、有料配信チケット、ね、リアルタイムさせていただきまして、はいはいはい、その日あのご飯会のお誘いがありまして、であの大きいライブが近いもので私がだからあのなるべく食事会とか避けてるんですっていう理由プラス M1 の純潔がリアタイで見たいというでっかいライブを控えているので食事会などは控えているは本当でいいんです。本当ですの上 で, そ の上でたまたまその日が純潔の日だったということで急ぎ足で帰って家で見て家で見たんですけれども、で私はその決勝に行った米田2000さんのネタでもめちゃくちゃ爆笑してうわ面白いって思ったんですけど、うわ面白い面白いって思ったけど、あの漫才か漫才じゃないか論争起きそうって思ったんです。ああ2年前のように2年前のようにあこれ面白いけどどうなんだろうって思ったら決勝に行かれて、はいはいはい、でその時の決勝の発表の瞬間もその日の10時からギャオで見たんですけど、はいはいはい、それはね僕も見ました見ましたその時の米田2000さんの発表された時のハッっていうリアクションがめっちゃ可愛い。米田2000にも感情があったのだと心がほっこりしましたよね。無理やり無理やりギラ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 って今ハンドルを回しましたけど、繋がったやったよそうなんですよ。そうでもこの番組的にはその、番組開始当初からですね、定期的にそのお笑いの最近の話なんかもしてきまして、はい、桑原さん的にはそのご自身 そのラジオ番組にも呼んでいたママタルトが、はい、そうですね準決勝いらっしゃいましたし、はいはいはい、最高に面白かったです。そうツイッター上の噂ではママタルトが受けすぎて虹がかかったっていう噂かかってましたか。かかったの見ましたちゃんと見ました。しかも好きなネタだったんでめっちゃテンション上がって好きなネタでママタルト上に虹かかってましたよっしゃよっしゃって思いました。
残念ながらね今年は残れませんでしたが、あのネタでもって思ったんでやっぱレベルが高いんですよね。そうね、というか決勝のメンツ見てると不思議というか、うん、しっとりした決勝になりますよ皆さんそうなんですよね、うん、それこそ Q さんとかも私は番組に来ていただいたことがあるんですけど、うんうん、めっちゃええやん、ゆっくりした漫才なんですよね、うんうん、なんであの決勝戦がどういう雰囲気になるのかとかが楽しみですねちなみにその本当にお笑い全体のファンだと思うので、優勝予想なんていうのはちょっとその、おこがましい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 。だってまだ敗者復活もあるのに。まあそうですね。そうなんですよ。オズワルドさんとか来るかもしれないですもんね。はい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 、はい。って思うと。でそのあんまりお笑い見てない人にでちょっとあの要はワールドカップ日本の試合だけ見ますみたいな人にのぐらいのそのお笑いファンの人に、はい、この人注目しとくといいよみたいな。そのなんかうわ、じゃあ、あんまりお笑い見ない人にこそ米田2000さんとか、うん、米田2000だ去年はね、あの敗者復活での YMCA 寿司が大爆発しましたからそうですね、今年も楽しみですよ。そうなんですよ、こういうお笑いもあるんだよっていうのを知っていただきたいライブアテンドしてる人みたいなだし、あの壁ポスターさんみたいなこう王道のネタ、はいはいっていうのも味わってほしい、ね、今年は ABC も取ってますし、そうです、あの関西のお笑いの大会 ABC グランプリでも優勝されてますから、あのオープニング の, そのこの、夢見る男子は現実主義者のポスターが貼ってある時にですね、はい、あ壁にポスターが貼ってありますねって僕が言ったらちっちゃい声で桑田さん壁にポスターがね俺の誘い壁ポスターをギリギリ食わずに壁ポスターの話私しないっていう瞬間止まんなくなっちゃうから大事なプロモーション先に M1 になっちゃうから、ね、あの今止まんなくなってますからね青木ゆうまさんのほっこりする話でしたね。でも夜田の店行けてよかったねどうにかどうにかここはそうですね、オッケー、いやオッケーオッケーでしょう。いやちょっとね本当楽しみですね決勝はね。そうですね、楽しみです。そろそろ引きたい、どうだ、そろそろ本気出しますか、そろそろ本気出すか、じゃあ本気出しましょう。まあ、桑原さんのデータ、桑原がちょっと1個失敗しちゃいましたけれども、はい、その失敗を経た上でデータというものは蓄積されるものですから、次は外さない、敗北を経た次は外さないぞ、自信満々だ1は違うって思ったけどやっぱり1だったんだだっせデータだっせ違うと思ったけどやっぱりそうだったのかもしれないそうだったのかもしれないかもしれない、1だったのかもしれない考えすぎだったかもしれないだからやっぱり1さあそんなですね、ブレブレでだ、わ待って憧れのお嬢様生活PR です、聞いた、最初に思った通りでよかったです、あーよかったんだ、そんなまでなんで、はい、1と10に置いてありました、そうですね、恥ずかしい、僕ちょっとあの直感で1に来たらその後どうしようと思ってました見事見事引き当てました、こちらやりましたよ、はい、ということでですね、うん、こちらは、いよいよ来月からテレビアニメがスタートする、うんうん、神たちに拾われた男シーズン2に絡めたテーマとなっております、うんうんうん、まずは桑原さんの方からあらすじの紹介をお願いします。はい、神たちに拾われた男、日本の中年サラリーマン竹林涼真は死後剣と魔法の異世界へと子供の姿で転生します。で魔法に狩りにと精を出す中、龍馬が最も熱心に取り組んだのは飼育したスライムたちの研究で、多種多様なスライムたちを従えて優しい人々と触れ合いながら第二の人生を謳歌する異世界スローライフファンタジーということで、心温まるお話になってますよ。一箇所だけ確認なんだけど、日本の中年サラリーマン竹林龍馬は、中年サラリーマンって何歳ぐらいなんだ、何歳ぐらいなんだ、俺さ本当関係なくて申し訳ないけど、ここ数日中にツイッターでさ、はい、毛利小五郎がほぼタメであることを知ってしまってた。毛利小五郎って40ぐらいですか、いや37とかって書いてあってさ、ランって高2っすよね、そう、あれだから20歳ぐらいでお子さんが生まれてらっしゃる、はいはい、そういうことか、めっちゃ早いんだから、小五郎ってあの大学時代の柔道部の描写とかあるんですけど、あるあるある、その時あのランおぎゃーって感じなんですか、そうそうそう、あのぐらいの時期にもうだから早めに生まれてる、初期のあのあれな、昔一緒だったやつが犯人で、そのおっちゃんが初めて柔道の技を見せる、 あの泣ける回な、そうそう、あれですよ、あの試合だと緊張して空回りしてしまうってことが分かるやつ、分かるやつ唯一その練習では唯一勝てなかった男ってのが小五郎だったって分かるやつ、ね、しかもなんか旅館かなんかでさ、2人ともあれなんで浴衣着てるからちょうどこの、そうそうそう、あれですよ、あの
ね、あ、竹林龍馬の年齢が。そうそうそう、39歳。あ、そうそうそう、あれですね、あの、温泉で卓球させて、あの竹林龍馬の年齢を、あ、そうそうって言いながらすぐコナンの話に戻ったけど、村上氏温泉で卓球させて、あの、こう死後の経過時間をごまかしてトリックのやつね。その輪だよ。序盤の 2,3 巻ぐらいに入ってるあの輪だよ。あの10巻ぐらいのやつね。あの割と序盤のね、俺がまだ単行本買ってた頃だから。コナン好きだから。ごめんなさいね。あの、そして竹林龍馬は39歳らしいです。で、俺再来年竹林龍馬と同い年になるみたいなことだ。今は小五郎と亀ぐらい。うん、小五郎37つったわ。あ、じゃあ1個上ぐらいなの。そう。だからもう漫画の中や小説の中で中年と描かれる年齢になっていますっていう話を本当に15秒ぐらいでしたかっただけなの。こんなに膨らむなんて。コナン大好きおじさんがいたからすごい広がっただけです。見つかった。失礼しました。すいません。はい、で、ということで、エチェノベルスより小説が12巻まで発売中となっております。こちらのアニメで桑原さん演じるエリアリアは、先祖代々十魔術師の家系であるジャミール公爵家の噛みました。いいよ。一回行きます。ジャミール公爵家のご令嬢、うん、ということでトークテーマは。このようにない言葉は噛むよそれ。すいません。トークテーマは、憧れのお嬢様生活ということでお願いします。お嬢様生活。台が曲がっていたよ。あ、できる。勇気。お姉様。ピンマイクが曲がっていたよ。お姉様。私のなんかロサギが。ロサギが。ブツ。あれだ、あの、あっさいマリミテだ。あっさい。なりなさい。あっさいマリミテ。なんかあっさいマリミテ。あの、ロサギガンティアみたいなやつね。なんかあったよな、そうそうそう、難しいやつな。お嬢様学校特有のあの文化よ。あの、姉妹制、スール。スール姉妹制度みたいな。はい、上級生と下級生が、なんその相方になるの。コンビ組むの。わかりやすい。コンビ組むじゃん。言い方がダッセー、浅すぎる。コナンの時とレベルが違う。なんで誰もマリミテの知識ないのに走り出したの。お嬢様情報が少なかった。マーティ・フリードマンが大好きっていうことぐらいしか知らないマリミテ。あ、そうなんだ。マーティ・フリードマンがすごい、マーティ・フリードマンってもう世界的超、そのウルテクギタリストなんだけども、マリミテ大好きで、あれはなんか自分がその世界にいるっていうかは覗き見している感覚がいいよねって言ってた。面白い。マーティがそんな細かい機微まで分かるんだ。マーティフリーオタクの確かに覗き見の感覚について喋ってる。そこにいるんじゃないんだ、見てるのがいい。そう女子と一緒だ。いわゆる一つのあれね、壁になりたいとか。そう見守りたいっていう女子の気持ちすぐ代弁した。代表一緒ゆり好きも一緒。なるほどね。お嬢様生活ですって。お嬢様生活か、うん、でも学校が女子校だったので、ほい、まあ、お嬢様とまではいかないですけど、そういう家の人多かったですよ。いましたか。いました。だからお迎えの車がすごいとか、私は外から見てましたよ。わーみたいな。すごいやっていう。そもそも車で迎えに来る時点ですごいのに、なんか高そうなやつだ。そうです。なんかあの中でキャンプできそうな感じのめっちゃ大きいのでしたよ。一酸化炭素中毒になるからやな。違う、あるじゃないですか、車で寝泊まりする。ちょっと待って、中でテント張らないですよ。違う。ただそのキャンピングカーだとしても変だし、お嬢様のお迎えに中で眠れそうなサイズの後ろのやつ。桑原さん、何だ、それそれで暮らしてる。違う。お嬢さんお迎えに参りましたよってキャンピングカーが来る。違うよ。だって中でキャンプができそうって。っていうぐらいでかいってことですよね。四角いのはだって四角いやつ。トラックかキャンピングカー。いや、俺だけ想像したのはそのリムジンとかベンツとか。それもありますけど、横に長いのを想像したんですけど。四角い。でも待って、お金も四角でドアがガチャじゃなくてザザザザってなってるやつです。何って。あ、それあれか。ハイエース的なやつ。いや、今のところ情報を総合するとトラックなんですけど。そうよね。でもドアがガチャンズーっていくとってことは、あのガチャンズーズーあれハイエースだろ。ハイエースかも。ハイエースかベルファイアだ。でかいでかいかい。あんまお嬢様のお見送りベルファイアなことないと思う。いや、ベルファイアも高いかもしれんけど。高いけどお嬢様ジーヤがベルファイアを浮かしながら執事ベルファイア乗らないと多分だけど。何ちょっと、その車何マジで。後ろが四角くてでっかいって。四角い。なんかこうぺったんこじゃないんですよ、この上に高くて、バニラ高収入みたいな。トラックじゃないですか。トラックじゃない。田村ゆかりライブツアーみたいな書いてある。ラッピングか。
お今漫才作れそうでしたね今ね次々に違う車を提案するって私がツッコミか頑張ろう意外や意外ね頑張るぞ何の車のこと言ってんのいやわかんないもう見ていただくしかないじゃああの頃のあの桑原さんのその高校時代までタイムスリップしてみましょうかみんなでほわ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 いや漫才になってる今ここがこの高校か桑原さんあの頃の桑原さんあ向こうから歩いてきたあ高校生時代の桑原さんだカランコロンカランカランコロンカランどこがどこが高校がベルワイヤがどっち高校の入り口カランコロンからのパターンとベルワイヤの入り口カランコロンからのやってみたかった漫才といえばウィーンかカランコロンからここが桑原さんの母校か興奮してきたな入ってみようウィーン漫才見すぎテクニカルすぎるって思い返す状況か見すぎておかしいあ確かにおかんが言うにはってなってる確かにそれはベルファイアやないかいミルクボーイさんになってたほなベルファイアとちゃうやんなんでテーマベルファイアにしてんのむずすぎるいやいや突然の腹痛吸ってる笑いすぎて憧れのお嬢様生活って文字が虚しいよこれが表示されながらずっとベルファイアなんだかベルファイアじゃないんだか車種の話をしてるさあ一回コメント見てみようか誰かがあれじゃないって書いてるかもしれないからそんなことあるいやお嬢様が乗ってるさ四角い車四角い。いや、俺でもそもそもわかんないんだ。あの情報を整理していきましょう。うん、何人乗りぐらいですか。前に2人、はいはいはい、中間に2人、はいはい、後ろに3人ぐらいですかね。ベルファイアじゃん。その特徴はベルファイアやないかい。あの情報を総合するとワンボックスカーなんですよ。でもあの運転席から執事が降りてきてお嬢様を中に迎え入れるんですよベルファイアとちゃうやないかそれも聞きましょうあの迎えに来てるのは家族ですかいやなんかお女の人なんで多分母親え女のいやびっくりした女執事みたいなその母親お母さんであろう人、うんうん、お母さんはパッサパサの茶髪ですかいや髪型わかんないけどとにかくドアは怖く怖いわかるあのこうじゃなくてこの横にズーズーってなるやつなズーって開くであの閉めるときは一回こうやると勝手にズーズーってなっていくからねウィーンってなっていくから、はい、あれなあれですいつまでやるちょっとこれちょっとあの一回ちょっと切りましょう流れをその青木さん側はなんかこうお嬢様生活ってこういう感じになってないですかごめんた下りを楽しみすぎて何にも考えてなかったけどもしもお嬢様になったらってこと分かんないそうちょっとタイガ曲がっていってあまり見てに戻っちゃうお嬢様でも学校がいいよななんかなお嬢様があるやっぱ学校ですよ、ね、そういうことがその嫌味なくアピールできる環境は学校な気がするおー嫌味なくアピールいやそのみんなが同じその年齢であったりとか、はいはいはい、なんとなく同じ偏差値ぐらいで集まってるにもかかわらず何か生活のその水準が違うぞっていう空気を嫌味なく出せるのは学校だからそうかお弁当とか開けたらなんかもうみっちキャビアがピッチきっしょくっさ想像しちゃったお母さんキャビアいらないって言ったじゃないギャグ漫画になっちゃったベルファイアに駆け込んでお母さんキャビア丼やめてって言ったじゃないえ発射してんじゃん発射してんじゃんもうやめてやめやとやめてって言ったじゃん贅沢言うんじゃないよ贅沢言うんじゃない贅沢だ何なんなんだこのキャビアみっちり丼そっかそうだ米の代わりにキャビアがみっちり入ってて真ん中に梅干しがちょんと入ってるえキャビアのみキャビアのみ黒地に赤の日の丸が死んでまうわ怖い午後体育だから早く食べちゃいらないんだよ最後お茶かけてちょっとわさびとお茶やばいよこの話でこの話でこの話の結論をまとめますと憧れのお嬢様生活は、ベルファイアで学校に行ってキャビア丼キャビア丼だねベルファイアキャビア丼ですどういうことというね
いやでもひとまずでも無事に、はい、あの PR2 つこなせた。回収できた。完璧だ完璧だ。PR でしたよね今の。PR でしたよ。PR でしたね。しょうがないよ、だってトークテーマは別にやっぱ関係ねえんだから。いやちょっとね、うん、時間ね、うん、なんか今回、うん、結構いい感じに5個やってるんですけど、うん、1時間ぐらいなので、うん、もう1個いきますか。行こう行こう行こう、全然行こう。じゃあここからボーナスタイムですよ。ボーナスタイム、ボーナスタイム残るはトークテーマしかないんだから。そうだそうだ、もう何も計算しなくていいんだ。どうするどうする、もうデータから解放された瞬間本来のプレイスタイルが戻ってくるみたいな。あーあれだ、25巻の乾だ覚醒乾みたいな。そうデータを捨てたことによって1段階そう新しい面が、あの柳戦1回目の時の乾だテニプリめっちゃ詳しいやついいじゃん、世代だからどうするどうするどうする、え、もう何でもいいですよね。もう何でもよ。6月生まれだから6 6イエーイ生まれ月。あ、あれお、すごい小原さん、あ、なんだ、夢見る男子は現実主義者より理想と現実です。あれ、いや来ましたね、すげえ今回、まあ、やっぱ無我の境地っすよ考えないこと、これが無我の境地か。 PR を当てに行かないことによって逆に手にするこの力、なんだって、新たな一歩、計算なんて必要なかった、必要なかった、悲しい悲しいありのままの自分でよかったはい来ましたね、はい、ということでこちらもですね、うん、HA 文庫で7巻まで発売しております、うん、夢見る男子は現実主義者に絡んだテーマとなっております、うん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 、PV とかさっき見たんでちょっと飛ばさせていただいて、高根の花にアプローチした主人公の佐城渡君はですね、うんうん、ある日突然自分じゃ釣り合わないという現実に気づくということでですね、はい、トークテーマ理想と現実となっております。理想と現実、俺たちがあまりにも引かないから同じ作品が2個入ってたそう、あのそういうこともあるんですよなんかこうちょっとこう確率倍にしてあったんだ。そうなんですよ、ちょっと確変入れてそうかで、理想と現実について、はい、そうですね、理想と現実、理想と現実ちょっと難しいですかね、なんか、あ、思い描いたのと違うな、そうそうそう、みたいな。お子供の頃に将来の夢とか絵で描かされた時に何描いてたか覚えてます？あー、でもピアノを3ヶ月ぐらい習ってたんで、そんな感じ偶然そのタイミングに夢の絵描かされたんだ。なんか夢、絵は描いてないかもですけど、なりたいもののところでピアニストって描いてました。おー、3ヶ月大きく出たな。片手だった時はすごい楽しくて、でなんか途中で両手になったんですよ、はいはいはい、こっちの手でも弾いてねって言われて、マルチタスクですね。で、あー無理だってなってやる、はいはいはい、あんなにピアニストになるって言ったじゃん左は動かんと無理だ。いやでも片手やってる間はお、これこれでプロになれるかもしれない、めちゃくちゃ楽しかった、世界初の右手だけピアニストフレーズだけ弾いてればいいコードなしで。なんかあの発表会とかも先生があの後ろの伴奏じゃないですけど、ちょっと両手で弾いてくださってて、私はその主旋を弾くだけでよかった。もうだ指こうだった、指こうだった、そうそうそう、こうやっておじいちゃんがマウスとかそのキーボード打つ時のやつこうやってて、でもすごい音楽が聞こえてくるから、で聞けてやってる感ね。そうですそうです、あ、わかる。なんか子供の頃あの、80年代生まれ90年代育ちってヤマハ音楽教室でエレクトーン流行ってたあの2段のやつとか、そうそうそう、エレクトーン、エレクトーン、で俺エレクトーン教室通ってて、もう何にも覚えてないの、そのもう何のドレミも分かんないんだけど、その時一応なんかこう発表会みたいなやつ出てて、で忘れもしない埼玉県越谷市サンシティホール、めっちゃ覚えてるじゃん、家から10分ぐらいのところに、今もあの落語でっかいのやったりとか TM レボリューション来たりとかする、すげえ、サンシティホール、すごい、ヒョロット男子のイベントもやってた声優さんも来る、来る声優さんも来る、その埼玉県越谷、あの大英があって、はいはい、大英の隣にサンシティホールっていうのがあって、今もう大英じゃなくイオンになっちゃった、イオンになったんだイオンになっちゃった子供の頃の思い出の場所サンシティホールで発表会があって、うんうん、だからそれこそ桑原さんと同じでみんないて、多分先生がもう、はいはい、あの伴奏はしてて、うん、もう本当に必要なフレーズ弾くだけでそれっぽくなるっていうのに、多分幼稚園ぐらいの頃に出てるんですよ、うん、でステージ上で発表会があって、上手から皆さん入ってきて、うんうん、弾き終わって発表が終わったらお辞儀して下手にはけるみたいなやつだったんですけど、僕だけが上手にはけてしまって、最初の楽屋に戻ったら俺以外誰もいなくて、誰もいない、エレクトーン教室の仲間たちの先生も誰もいないって泣いて、その、あの逆だったことにハッて気づいて、あ、下手はけって言われた気がするってで泣きながらステージを横断したで下手の方でみんなが目を変えてくれてよかったねっていうほっこりする話だここだったんだ、あったよかったあったじゃないですか、だから泣きながらその上手は、あの入り下手はけをして
その見てるお客さんたちもなんか微笑ましくわー可愛いねなんていうことがあった記憶を今思い出したそれめっちゃほっこりしますね。理想と現実の話ではない。短い間鍵盤を習っていた話ではあるのです。鍵盤が入れ子になってる。本当だ。なんか2個前も M1 の話したし。でも思い出した。あの頃は可愛かったな俺。親戚みんなから言われてたんだ。ゆうまくん可愛い。可愛いって言われて。可愛かったあの頃。黄金期。あ、でもあとそれ系の話で言うと、あの子供の頃に絵描かされるじゃないですか、将来の夢の、はいはいはい、幼稚園の頃にじゃあどうなりたいか描いてみましょう、はい、つってもあんまりなりたいものとかなくて、そのスポーツも興味ないし、警察とか消防士とかもそんなに興味ないから、なんとなくお父さんみたいな人になりたいって、はい、でスーツを着て会社に向かっていくサラリーマンみたいなのを描いて、はいはい、でもだからその時は、我ながらなんかこう大きな夢とか持たずに、そのなんかサラリーマンみたいな誰にでもなれるようなもん書いちゃったなって思ってたんですけど、まさかサラリーマンにすらなれない人生になるとはその時思いもせずまあこれなら叶うだろう、親父くらいにはなれるだろうと思って書いたやつが30まで何もせずに生きる人間になった。怖かったね、あの時は。理想と現実、理想と現実だそんなだったね。なんか夢とかあった村上氏。夢夢いや、ちっちゃい頃ちっちゃい、別に今その今からホビージャパンをやめて世界へ打ってたよって話じゃなくて、行かないで、もっとプリミティブなやつで、プリミティブ、夢だけど、やっぱあれですね、僕あのやっぱ外語系だったんで、うん、大学入るぐらいの頃とかは大人の話だ、あのあ大人の話ダメ、うん、いや全然全然全然、なんかあの海外でそのバリバリ働くぞみたいな感じで思ってて、はいはい、結構それをこう思ってたんですよ。なんかなんですけど、留学行ったんですよ、うん、留学行ったら、え、日本ってめちゃくちゃ最高やんってなって、俺これ一生日本やわってなって戻ってきたんですよしっかり関西のアクセントで一生日本やわってなって、そうなんですよ。なんかあの僕ドイツ行ったんですけど、ちょっとこれっぽい話をすると、うん、あのドイツ人ってどういうイメージあります？なんか意思がはっきりしているみたいな、はいはいはい、白黒はっきりつけたがるみたいなとか、なんか時間に正確ってイメージない？あ、ある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 、なんかよく言われるじゃないですか、コピペとかでもそういうの言われるし、うんうん、と思ってたから、なんかあの、まあ、そのドイツ人と待ち合わせとかよくしてたんですけど、うんうん、なるほどと思って、うん、日本人ってすごいんですよ、待ち合わせしたら時間通りに来るじゃないですか、うん、これって世界的に見たらめっちゃすごいことで、来ないんですよ、イメージでは正確とされているドイツ人。そうなんですよ、ドイツ人ってもしかしたらなんかこうそのなんですかね、秒針がちょうどゼロになるところに来て時間通りだみたいなイメージないですか？あ、なるほど。なんか漫画とかでそういうのあるじゃないですか、はいはい、あるあるあると思ってたら、普通に15分ぐらい遅れてきて、ウィーみたいな感じなんですよ。ごめんとかでもなくてで、全然ちゃうやんと思って、俺の中のドイツ人ストックが少ないから、頭の中ではずっとオリバーカーンだよ。あ、古めのドイツ人あのイメージだからすごいな、なんか厳格そうな感じが。確かに。なんか厳格なとこ、厳格なところはあるんですけど、うん、時間にはあんま正確じゃなかった、はい、ドイツ人の理想と現実の理想と現実だ。そうそうそう。あとはあの、なんか普通に大学とかでめっちゃビールを飲んでる。あー、やっぱビールなんだ。あの昼休みとかにビール飲んでるんですよあいつらなんかすごないですか、昼休みとかにビール飲んでちょっと顔赤くなってる状態で、うん、いや午後の授業行くかみたいな感じなんですよ。なんかすげえな、国民性すごい。日本だったら追い出されるじゃないですか。そうね、そうね、出席認めてもらえないんですよ、うんうんうん、みたいな感じでいろいろこう現実を見て、うん、なんかそのもちろんドイツもすごいいいところもたくさんあるんですけど、うん、なんか比べた結果やっぱ日本っていいなと思って日本で暮らしてっていうのを決意したんで今僕はここにいるという話です。出たことないからわかんないんだよな、差がな。いや、なんかやっぱ電車が時間通りに来るとか、はい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 、そういうのってやっぱすごいなと思いますよ。僕だって終電があるじゃないですか、うんうん、終電の時間の5分前に駅行ったらもう通り過ぎてて、なんかあの遅れるじゃなくてもう行っちゃってることあるんだ。なんか行っちゃってるかなんかなくなったかわかんない、25分後ぐらいになんかあの来ないよみたいに言われてはってなって歩いて帰りましたもん、から電車来るってすごいんだな、ちゃんと。確かにそうだ、なんかそう、なんかその、うん、高校とか中学時代とかもなんか、うんうん、基本真面目じゃんみんな、なんか世代で、僕らよりもちょい上は本当にヤバかった話とかも聞くけど、そうっすね、ヤンキーとかあんまりいない時代だったから、うん、その中でちょっとはみ出てるぐらいのやつがヤンキー扱いだったと。そうっすね。あれ小原さんのとこって悪いやついました？悪いやつですか、うん、その女子校を仕切ってるようなやつ。あ、でも本当に
私の思い描く女子校っていうのはなんかやっぱ女の子しかいないからよく言われるんですけど、いじめとかあったのとか、割とギスギスしてるのみたいに言われるんですけど、みんな割と性格が男っぽいというか、サバサバしてる。やっぱ男性がいないからか、みんなもう本当にさらけ出してるというか、もう女性らしくない、とにかく。だから机の上になぜかトイレットペーパーこう置いてあったりして、鼻かんで、あーみたいな、あーやーってするな、どんな環境であれ。男勝りとか関係ないけど、鼻かんでやーってするな。ってやってロッカーとかもぐしゃって。それだから、荒れてるって話ですよ。ガサツな人も割といたりとか、体育祭でもう血を流したりとか。その言い方としては殴り合いしてるみたいじゃないですか。なんか棒引きっていう競技があって、もう棒をみんなで引っ張り合うんですけど、引きずり合いながら、あー膝がギシャギサギサになって。女子校で棒引きすんだなとか。そうです、そうです。あんましなさそうだけど。そうなんです、もう男性の目がないから本当にもううわーって感じです、ね、あと綺麗に理想と現実の話に戻ってまいりました。女子校の理想と現実でした。これが現実よ。こんなかな。あ、そうですね、ということでございまして、そろそろ終わりにしましょうか、はい、盛りだくさんでしたね。そろそろ終わりにしましょうか。そうですね。それではエンディングに参りましょう。急に段取り。だって桑原そうですねっていうセリフがあったから。そうですね、これ言わないとボッサがかかり始めないんですよ。エンディングテーマ、はい、ボッサです。桑原ゆきやふきやまのおしゃべりな本棚アットライブ、終わりの時間になりました。はい、ここでホビージャパンからのお知らせです。はい、新刊告知 PV が毎月発売日の前日にこちらのチャンネルで公開されています。ということで、現在12月1日発売の HJ 文庫とコミックファイアの新刊動画がアップされています。ぜひ新刊をチェックしてください。何この王の菜園の騎士と野菜のお嬢様、うん、これ気になりますね。野菜ソムリエ的なやつか。野菜ソムリエ。 V6 の長野くんが資格持ってると思います。あ、そうなんだ。よく見るとちょっと長野くんに見えてきた。イケメンですね。白石美穂かな、隣は。言わなくてもいいことを終盤に駆け込みでいっぱい言いましたね。いっぱい言いましたね。ぜひ新刊をチェックしてみてくださいね。今月ピックアップしました夢見る男子は現実主義者と神たちに拾われた男の情報は概要欄やホームページでチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてテレビアニメの情報です。まったり異世界スローライフファンタジー神たちに拾われた男シーズン2来ましたね。いよいよと、異世界最強 TS 転生ファンタジー、英雄を武を極めるため転生す、うんうん、そして世界最強の見習い騎士ですね、うん、はどちらも2023年1月放送開始ですということで盛りだくさんですね。おしゃ本になんか構ってらんないぐらい忙しいんじゃねえの。本当ですね。で超ドタバタすんじゃねえ。あ、なんかニコニコ無言でニコニコ村上氏が笑っている。声が消えた。僕はあの営業としての仕込みはこの2本は大体終えたんで。えらい、すごいですね。大体ね、なんか10月とかぐらいなんです忙しいの。はいはいはい。だからあの今はあの見守るだけで頑張ってくれって。あとはね、みんなが楽しんでくれることを見守っていきましょう。ですね、この番組でもね、またなんか紹介できることもあると思います、はいね。さらに HJ ノベルス原作異世界はスマートフォンとともにの第2期は2023年4月放送となっております。最新キービジュアルも公開されております。そして、夢見る男子は現実主義者は2023年のアニメ化が決定しております。お願いします。伊勢妻マジ盛りだくさん。はい、伊勢妻一期の方に私も出演しておりますので、ぜひ今から見返して準備しておいてほしいなと思います。お願いします。小原さんガンガン HJ 作品出てますもんね。やりました。やりました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。これが偉いもんで、このおしゃ本があったからのズブズブとかじゃなくて、もともと出てる。そうだよ、そうだよ。そうそう、そうだよ。ここから決まるやつは多分おしゃ本のなんかこう、え、やだ、内部的なの。そうなの。あれも頑張ってくれてるしさあ、なんていう話。実力で頑張ってみせる。勝ち取ってみせる。はい、はい、ということで最新情報は概要欄とそれぞれの公式ホームページ、うん、ツイッターでチェックしてください、神たちに拾われた男ではですね、私もエリアリア役として出演しております。お楽しみに。チャット欄でね、こんなにコンテンツの動きがあるなら宣伝をもっとすべきでは。それな。そう、あらすじ紹介した後すぐテーマトークしてやる。まあこれきっかけ
でね、見ていただけたりしたら嬉しい。あ、そうなんだ、やるんだなんて思ってもらうことがまず第一だからね。ね、この番組はですね、アーカイブに加えてなんと公式の切り抜き動画やショート動画もこのチャンネル内でアップしておりますので、今日はどのくらいベルワイヤーのくだりなのか、なんか今走馬灯のようにいろんなことが、ベルワイヤー漫才と、あとその星がその一人ずつ M1 の舞台に上がる、そうですね、胸圧展開、あれ胸圧だと思ってるいやいや胸圧でしょ、星のやつ行くと思うけど、面白いから行ってくれ、ね、行ってくれよ、普通に応援してる人だ、 M1 を行ってくれ頼む、ね、そちらもお楽しみにという感じでございます。はい、みんなの感想ちょっと見てみるか、せっかくだしね、見ていきましょうかね。村上氏とかなんか気になるのあれば。いや、そうっすね、やっぱちょっとあの僕ツイッター見てるんですけど、はいはい、やっぱあのこうして振り返ると半券作品の話してる時間短いなと思ってそうなんですよ、で他社半券作品の話すんじゃん、あのヌーベの話とかね、ホビージャパン社員がしばらくコナンの話してる時間それはすいません、コナン好きだから、ね、コナン好きだから俺も序盤の好きな回だから、あのそうそう、おっちゃんが頑張る回、おっちゃんが頑張る回って外れないんですよ、わかるわかるわかる好きなんだよ、ダメそうなやつが頑張る回、そのコメディリリーフのキャラクターがこの回だけすげえ頑張って真剣な顔見せる、強いんじゃんって思う、あの回刺さるんだよ な、ね、劇場版で言うとあの水平線上のストラテジャーそういう回詳しいってコナン早口オタク珍しいじゃあ桑原さんだっていくらだってナルトの話していいはずだからね、確かに、いやこれは止まらなくなります、止まらなくなっちゃう、特別会としてHJ お写本ナルト特別会もういよいよ意味わかんないこの動画なかなりコメントもいっぱいいただきましたので、後で僕らも読まさせていただきます、ありがとうございます、ありがとうございます。ツイッターなどでぜひ感想を書いてくださいね、ハッシュタグ HJ おしゃほんでお願いします。ここで滑り込むようにハッシュタグパネルの登場だ、決まった、みんなどっちを選ぶか、どっちを選ぶのかな、まだやる、青木さんどっちかにはハッシュタグが書いてありません、えどちらかには書いてありません、二者択一、ハズレが入っています、ハズレが入っているんだ、はい、ちょっとそのこのなんていうか桑原目線を一回こうドック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 こちら、いやーハッシュタグ HJ おしゃほんでした、よかった青木さん、こっちは外れでしたよ、やったマジでこっちは外れでした、これが外れてたら俺はもうエスポワールに乗らされるところだったよかったよかった、一発逆転ゲームでした、みんなでこれをね見てあのつぶやいていただけるということで、ハッシュタグパネル渡りをやらされるところだったこれがこう一歩わーってなってどんどん開示こうやって触ると電流がしかもこの乗り切ったと思ったらそこがねガラスになっててね、振り返ったらおっちゃんがいないおっちゃん畳みかけるような開示情報いいんですよ、それではそろそろ終わりのお時間でございますはい、お相手は桑原由紀と青木優馬でした、バイバイ、情緒不安定